モンズ生態光信です。今ね、これから話すの秘宝です。秘宝モンズ生態光信、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟を決めた人は概要欄、モンズ生態楽しんで。モンズ生態光信です。今ね、これから話すの秘宝です。秘宝です。何かというと、今現在からもう始まってるんですけれども、2021年12月何日から新規のお客さんお断りというか、私はもうちょっとキャパオーバーになってきたので、体的にちょっとしんどいので、正人先生だけに新規の患者さんを回していきます。で、私の方は予約取れないようになってますから、それだけお伝えしようと思って動画を撮りました。なんでかって言ったら、私はいつも来てくれてる人に対して、ずっと同じ施術をしていくことっていうのを大事にしていく、まず一番にするっていうことを考える、性質ですので、その人たちをずっと信用してやっていこうと思ってます。なので、今まで当店にご来店された方々は、2回目であったとしても、最新料をもらったとしても全然やり続けますが、新規、新しく本当に新規でやる方っていうのは、普通にやりません。普通にってなんだよ。私はやりません。で、新しい方ね、全くうちの店新規で始められた方とか来られたい方っていうのは、正人先生オンリーになっていきます。ご理解ください。というのを、この YouTube 動画で作っておこうかなと思いました。なんでって言ったら、私の体ね、もうやっぱり45歳とか過ぎてくると、無理が効かなくなってくるんですね。なので、今までの既存のお客様だけでも、酒飲んで寝る分には、食べていく分には十分こと足りるので、お金大事っていうよりかは、お金よりかは自分の体って思い返すことになってきたので、こういうふうなことをしてます。なので、新規の方はね、正人先生にやられてみてください。で、正人先生、私のかかりつけの整体の先生は誰かって言ったら、そう、正人先生なんですね。2週間に1回、下手したら1週間に1回ぐらい、私、正人先生にマッサージ受けて、やってもらってます。なので、それぐらい信用できる正人先生なので、初回の方、ご安心してそちらを受けられてください。私をって言われても、もうちょっとね、当面の間受け付けませんので、ご理解ください。以上、これからね、またね、YouTube の方も楽しんでいってください。モンズ生態光信のチャンネルでした。じゃあね。